強いてあげられた人々ドスタエスキー前回の続きからですお前は言ったっけね有領舎ここ数日来全く交渉で美しい尊いものに心惹かれたとなそしてわしを草しよった わしともの社会にはそういった人を引きつけるものはなくてあるのはただ干からびた常識に過ぎないとなまあ考えてもご覧高度な美しさに夢中になって火曜日にここで会ったことの直後4日間というものおそらくお前にとってはこの世で一番大切と思われる人をすっぽかしたじゃないのか。 そればかりか、お前はカテリーナ・フィオドルブなどの議論とくっつけてからにナタリア・ニコラーブなが寛大な心でお前を愛しているしお前の過ちも許してくれるだろうとさえ抜かしよっただがそういう許可を胸残用したり山を張り込むどういう権利がお前にあるというのだい本当にお前はどんなに苦しみや悲しい思いやらまた惑いだの 疑いをこないだナタアリア・ニコラーブナに与えたか一度も考えてみなかったかねまさかそこらで新思想とやらに取りつかれたからといってそれで命の一番の義務をないがしろにして良い権利を得たというんじゃあるまいなお許しくださいナタアリア・ニコラーブナお約束の言葉に背きましてですが当面の問題の方がお約束よりも差し迫ったものですから あなたもそれはよくお分かりのことと「あ両者お前分かるかい私がナタアリアニコナーブナを今日訪ねた折本当に苦しまれている最中だったんだぞ」言うまでもなくそれはお前がこの4日間この人の生涯の採用たるべき日々を地獄のものにしてしまったからじゃないか片方でそういう罪を犯しときながら 一方では口先だけの能書きタラタラとわしの言葉に間違いないだろうなお前自身がそこら中悪いことをしておきながらわしを責められたものかい」。公爵は語り終わった彼は我ながらの名調子に前後を忘れた音でその勝ち誇った色は覆いきれないものがあった。 アリョシャはナターシャの苦しみを聞いて病的にしょげ込んだ眼差しをちらりと彼女に向けたがナターシャはもう心に気するところがあったのであるいいのよアリョシャ気を落とさないでナターシャは言ったあんたより他の人たちの方が悪くてよお座りなさいなね 私今お父様にお父に話するから、もうおしまいにする時だわ」。おっしゃってくださいナタリア・ニコラーブナ。と公爵がそれを受けて「切にお願いしますよ。2時間近くもそのお話は容量を得ませんでしたからな。やりきれなくなってしまいますよ。白状しますがね。 こちらでこんな目に遭うとは思いませんでしたよ。そうかもしれませんわ。と申しますのは、お口先で私どもをとろりとさせて、あなたのそこのおつもりは気づかれないようとのお考えだったんですものね。今更何をご説明いたしましょう。何もかもよくご存じでお分かりでいらっしゃいますし。有吉者の言った通りだわ。 いち早くあなたはこの間の火曜の晩ここでどういうことが起こるかぐらいすっかりそらんじてご存知だったし指折り数えて胸残用なさっていたんだわ私先ほども申し上げましたけれどあなたは私をもご自分でお膳立てなさいました結婚をも 冷たい目ででご覧になるんです私たちをお冷やかしなんです。お芝居をなさってて、あなたにはあなたの目的がおありなんですわ。あなたのお芝居に間違いはございません。さっきあなたが何でもみんな寸劇のようにご覧になると言って、ありょがあなたを非難していたことは当たってましてよ。あり者をお責めになるどころか、その反対に。 あなたはお喜びになってるに違いありませんわ。なぜかと申しますと、何にも知らずにこの人はあなたが期待していたことをみんなやってのけたんですもの。たぶんご期待以上でさえあったかもしれませんわ。私はびっくりしてその場に立ちすくんでしまった。私にに、しろこの晩に 何か破局めいたことが持ち上がるだろうとは覚悟していたのではあるがあまりにもとげとげしいナターシャの開き直り方やその言葉遣いの露骨で下げすめきった調子にはすっかり一興を期してしまったのであるしてみると彼女は実際に何か気がついたのだと私は思ったそれだからこそ早急に決裂の保存を固めたのだ あるいは何もかもいっぺんに彼へ面と向かって真っ向から叩きつけてやろうとイライラしながら公爵を待ち望んでいたのかもしれない公爵はちょっと顔色を変えた両者の面にはありありと子供じみた恐怖と困惑しきった期待の色が浮かんだもう一度考えてみてください あなたは今どういうことで私を避難なさったかと公爵は叫んだ「ちょっとでもよろしい胸に手を当ててあなたの言葉を考えてください私にはさっぱりわかりません」あらするとあなたは頭から分かろうとなさらないんですわねこうナターシャは言って この人だって、ほら、有吉者だって、私と同じにすぐあなたをそう見て取ったわ。かといって私たち、別に、申し合わせもしなかったし、愛もしなかったんですからね。それでもやっぱりこの人には、あなたがありがたくもない、人をバカにしたお芝居を打っているふうに思われたんですわ。でも、この人はあなたを愛して、 神様みたいに信じきってるじゃありませんかあなたは別にそうこの人を気をつけて騙すまでもないと考えてまさかこの人が見破りはしまいとタカをくくっていたわけよところがこの人は敏感で優しい純情な心の持ち主ですからあなたの言葉がこの人に言わせるとあなたの調子が この人の胸の中に残されたのいや全く見当もつかん公爵はひどく仰天した様子で私の方を向き直りながらこう繰り返したがまるで私に証人として立ってもらいたそうだった彼は豪にあしてカッとなると「あんたは疑り深い人だ。 気を回しすぎる彼女の方を向き直りながら彼は話を続けた「あんたはただ単にカテリーナ・フィオドルブナに嫉妬するあまり世の中全部に当たり散らそうとしてそのいの一番に私をともかくしまいまで喋らせてください実は期待な見解をあなたの性格について持たざるを得ないです」。 私ははこんなな場合には不慣れなものですから、自分の息子の利害関係さえなければ1分間でも今のようなことがあった限りここに折れたものじゃありませんがでもまあ辛抱しておりますからどうか一つご説明いただきませんかそうするとあなたはやっぱり頑固に頭からお別れになろうとなさいませんのね。 何もかもみんなそらんじてご承知でいらっしゃるくせにきっと私がはっきり全部むちばけるのをお望みなんですわね。